School of Rock。 さあ、ここからの時間は毎月1週目担当アクア先生によるアクアロックス。今夜の授業タイトルは今日から始めるラブライブサンシャイン。これね、もっとたくさんの人にアクアを知ってほしいってことで、はい、ラブライブサンシャイン、そしてアクアに関する用語いろいろあるでしょ。はい、これ初心者の人でも分かるように2人がなんと解説してくれるんだって。まあ、確かにね、アクアを知らないっていう人からするとこれどういう意味なんだ、今更ちょっと聞けないなとかって思う用語いくつかあると思いますからね。アクアロックス。皆さんこんばんは。3日目の投稿、スクールオブロックのスクールアイドルの講師、ラブライブサンシャイン桜内梨子役の相田梨花子と、国木田花丸役の高槻かな子です。Ladies and gentlemen, boys and girls, Aqua Rocks, starring Aqua。さて、本日の授業ですが、こちらをお届けしたいと思います。なんだろうな。では、黒板に書いていきたいと思います。お願いします。はい。もう黒板も慣れてきましたか、アイナさんも。多分。あ、もう、今言ったばかり。多分。多分じゃなかった。あ、でかく書きすぎた。そこ？バランスね。バランスね。バランスとか私も苦手なんだよね。なんかね、プリクラの落書きとかめちゃくちゃ苦手なタイプ。わかる。バランス感覚悪い。まあ、なんとかなった。あ、やけました。早かったですね。それでは、黒板を読み上げたいと思います。せーの。今日から始める。はい、こちらはですね、昨日一昨日の授業でですね、ライブの感想やメッセージやアクアとしての今後の予定を紹介していたと思うんですけど、アクアを知らないよっていう人からすると、これってどういう意味なんだろうっていうね、それは多分めちゃめちゃあると思う。そう、そういう用語がいくつかあったと思うんですけど、そこで今回はもっとたくさんの人にアクアを知ってほしいということで、ラブライブサンシャイン、そしてアクアに関する用語を初心者でも分かるように解説していきたいと思います。いや、めちゃくちゃ大事ですね。大事。ここへ来てまたね、振り返るというか、私たちは結構用語が多いからね。そうなんですよ。もっと知ってほしいです。ということでですね、今からいろいろな用語が出てきますので、これをとても丁寧に紹介していきたいと思います。丁寧に。はい。じゃあ早速ボックスから引いてみましょうか。はい。じゃあ私引いてもいいですか。いいよ、引いて。いきます。はい。じゃん。あ、ずらずらですか。はい、この出てきた用語、沼津、内浦地方の方言です。はあ、今の分かんなかった？分かんなかったみたいなね。方言なんですけど、私、はじめまして、高槻かな子と申します。一応声優をやらせていただいてるんですけれども、私、アクアというユニットで、国木田花丸という、役を演じておりました。はい。はぁ。これ分からん。国木田花丸ちゃんという、高校1年生の、文学少女の子が、アクアの中にいるんですけれども、はい、その子を担当させており、はい、していただいておりまして、もう日本語わかんないわおりまして、その子、その子の、が、ちょっと方言をね、喋っちゃう子。方言女子なんですよね。そう、方言女子なんです。そう。で、なんか、ずらーって。ちゃうんですよね。でもなんか静岡の人ってずらって言わないとか言うよね。あ、どうなんだろうね。なんか結構ね、おじいちゃんおばあちゃんが言う方多いらしいけど、なるほどね。花丸ちゃんもね、なんか結構そういうおばあちゃん子だったりするから、そう結構落ち着いて達観してるところあるもんね、花丸ちゃん。そうなんですよね。はい、わかりました。もし気になったら、ぜひ花丸ちゃんを押していただけると嬉しいです。どうですか、わかってくれたかな。ああ。一人打点しました。花丸に打点しました。あ、よかったよかった。いや、一発目からちょっと難しいな。じゃあ私自己紹介から始めないといけないから、いいよ。いきまーす。よーそろー。これはもうなんか、アクアの用語と言っていいのかもわからない。よーそろーの人いないしね、ここに。いないしな。まあ、よーそろーっていうのは、まあ、渡辺陽ちゃんっていう女の子がいまして、その子のお父さんが船長さんをやっていて、確か。で、まあ、船乗りさんの娘さんなんだよね。で、いつも、パパに憧れてるんだよね、確か。で、将来私も船乗りになりたいみたいなことを、言っていて、で、いつもお父さんの真似をして、よーそろーって言ってるんじゃないっけ？じゃないかな。嘘言ってたらごめんなさい。はぁ。
あれ、あんまり納得されてないな、まあ、そうなんです。あの、まあ、ヨウちゃんの口癖、全速全身、ヨウソロっていう、ね。これ一つ言わせて、多分、はい、そんなに意味はない。でも意味を説明するコーナーなんですよね、今。あのね、ヨウソロも。ヨウソロは、あの、私たちの、なんだろう、アクアの曲の中にも歌詞として登場してきたり、そうですね、あの、未来チケットっていう曲に、うん、ヨウソロそう。未来チケットからまず説明しないといけないね。未来チケットっていうのはテレビアニメ第1期の13話に登場する挿入歌なんですけど、うん、そう、まあ私たちが決勝にね、うん、進んだ時に決勝決勝にラブライブの決勝に予選だっけ予選だね、に、うん、挑んだ時の、うん、に歌った大事な曲なんですよ、うん、そうそうそう、そこでヨウソロっていう歌詞が入っていたりだとか、うん、結構ね大事なところに、うん、登場する大事なワードですね、そうそうそうアクアの中では。はい、そうです。まあ、とにかくなんか元気を出したい時とかになんか、はい、ヨウソロって言ってみてください。そう、うん、いいですか。ああ。よかった、それで納得してくれる。難しい、なんか意外とノリがいいよ。意外とノリいいね、うん、求めたらなんか返してくれる。そうだね、確かに。これまたまだまだいきますよ。まだまだいきましょう。ヨウソロって私普段言わないからさ。はい、いきます。はい、沼津沼津、沼津は、これは、沼津、地名なんですけど、静岡県、静岡県沼津市。沼津市っていうところがありまして。ね、ありまして、まあ、多分それは知ってるかな。そう、知ってますよね、うん。そう、私たちね、そのアクアの拠点といいますか、うん。そうなんです。そう、みんな沼津の女の子なんですけど。はい、実はアクアというのが、あの、沼津市の中に内浦という小さな町があるんですけれども、はいはい、そこの、高校にみんな通ってる一生徒、うん、で、その生徒たちで組んだ、そのスクールアイドルグループが、私たちアクアなんです。アクア、そうなんです。だからこれ分かりやすいんじゃん。分かりやすいよね。沼津はだからもう私たちにとって切り離せないというか、切り離せない大事な場所。地元ですから。地元なんで。そうなんです。切り離せない、切り離せないわ。うん、ルーツだからね、はい、私たち。え、どうかな、どうかな、これ分かりやすいんじゃん。あ、あ、分かってくれた、分かってくれた。よし、うん、これいいペースじゃない、いいペースじゃない。じゃあ続いてこのペースでいきましょう。ハグ、ハグ、ハグは、またまた、もう自分の、よく、メンバーじゃない。渋谷の駅前とかでなんか、違います。人がやってるやつ。それではありません。あ、じゃあ、まあまあまあ、それでは、まあ、ものはね、一緒。松浦かなんちゃんという女の子がいるんですよ。はぁ。どうしたらいいかな？かなんちゃんの説明から。松浦かなんちゃんという、うん、ダイビングショップを営んでいるお家の娘さんなんですよ、うん、松浦かなんちゃんっていうのは。はぁ。分かって分かって。うん、そう、それで、ね、うん、で、まあ、ダイビングが好きな女の子で、うん、まあ、3年生なんですよね、うん、その裏の星女学院さんの、はぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、そう、通ってる学校の名前が裏の星女学院というんですけれども、の3年生の女の子で、うん、で、よく、ハグしようっていうのが、あの、口癖なんです、この子。うん、はい。なんかね、とにかく、人に抱きつきたがる癖がある。そうなんです。そんな女の子なんだと思います。あとなんか、たまにこう怖がったりとかする時も、うん、ハグって言って隣の人にこう抱きついちゃったりとか、うん、そんな一面もあったり、まあ、これも結構多種多様というか、そうだね、いろんなことに使える。もう最近言っちゃえばもうかなんちゃんの泣き声のようなもんですね。あ、そうそうそう、ハグっつってね、うん、あ、今似てなかった、ちょっと、あ、ちょっと似てた、ちょっと似てたよね、もう一回やって、ハグ、あ、似てる。はぁ、似てませんでした、すいません。意外と知ってんのかな、もしかしてこの人、ね、言われてるのかも、知ってんのかもしれないね、この人なんかな。ハグしようっていうのがね、そうそう、はい、ハグしようっていう、はい、今似てた、似、あぁ分かってくれた、分かってくれたですよね、ノリが良かった。冒険に出るんだ、最初は一人、やがてみんなと巡り、バス
らっている曲はアクアでステップ021です。さてアクアロックスでは生徒の皆さんからのメッセージを待っています。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK です。ということで本日の授業はここまで。スクールアイドルの講師アクアの相田理香子と高槻かな子でした。次回アクアリウム。シンプルだったな次回予告。アクアリウムね、確かに。アクアリウム、さかなクション先生がさ、さかなクアリウムってライブシリーズやって、分かった。あれ次回明日ラブライブサンシャインに、はいはい、ついにさかなクション山口一郎加入だね、これは、ね、ちょっと待って、これ入ったね。全然絵が浮かばない。確実にそうでしょ。いや絡めるかな、ちゃんと。これはやっぱ小樽からやっぱ沼津に飛んできて一郎先生が、一郎先生があの二人と喋ってる絵が浮かばないよ。タジタジじゃないから、多分。いやユニットとかも組むんじゃない。ユニットいける。エジマンボウ先生とかと一緒に、これはさかなクションの。いや全然浮かばねえ。これ何だろう、当てちゃったかもしんない。ごめんね、みんな楽しみ奪っちゃって。だとしたらすごいことだよ。すまんね、みんな。それは楽しみだけど多分ちげえよ。これさ、用語さ、みんなどう、これで、ね、あ、なるほどみたいな感じになってたりすんのかな。もうまだ見てる途中とかってやつもいるかもしれないですけど ね。沼津はさ、はい、俺なぜかしら4ヶ月に1回必ず訪れる地なんだけど結構行ってますね、そうなってると。あれね、今もかな、期間限定なのか分かんないんだけど、はいはいはい、沼津の駅降りてすぐ目の前に、うん、こうなんつうの、月替わり2ヶ月替わりとかで、うん、まあ、そのカフェとかがあって、はいはい、俺が行くたびによく、はい、ラブライブサンシャインのそのカフェとかやってて、思わず写真撮ったりとかしてたりとかして。あ、そうなんだ。だ沼津は俺もゆかり。いや、うん、俺はもうゆかり。沼津はマジで本当なんもないとこなんだ。やめなさいよ。だからそんなことないって言ってたじゃん。マジでだから、これは俺何度も言ってるから。いや、お二人そんなことないって言ってましたよ、毎回。マジでラブライブサンシャインのカフェとモスバーガーしかないんだ、はい、ちょっとやめてよ。他にもきっとあるはずだって。みんな、ね、書き込んで対抗してくれ、そこは。ラブライブサンシャインの多分、はい、ファンの皆さんとかも多分結構いらっしゃったりとかして、うん、いや聖地ですからね、いわゆるね。そうなんだよ、これね。はい、うん、え？アクア先生はもちろん明日も投稿。未来の鍵を握るレイディオスクールオブロックと申します。スクールオブロック。